パイス1の5やります。すごく難しいです。バーナーを上手に使えないと星音が取れません。このターキーディナー美味しそう。バーナーを上手に使いましょう。まあいろいろ気をつけなきゃいけないことはあるけど、まあ最初にバーナー投げて野菜を投げましょう。適当に。でネズミさん側の野菜的に投げるのは適当で大丈夫です。こっち側でワニ側で頑張りましょう。ネズミさんが頑張らなきゃいけないのはあれなんでね、肉を焼き忘れないっていうことと、あ、皿をちょいちょい洗わなきゃいけないんでね。でここら辺の位置だと2個焼けるそうです。斜めから、はい、焼けるそうです。これの上からこうビーッとビーッと、ちょっと近かったかな。適当にじゃがにんじんセットを渡ししておきますね。はい、全然大体見えてないのと振り上がったかな。にんじん持ってる。じゃがにんじんのセットがあるせいでちょっとやりづらい。それがなければ迷わず鶏を乗せて、野菜まあこう気持ち的にはやっぱこっち2つの方が2個同時やりやすい気がするな。こっち側2つの方が、左側の、なるほど、分かんないけどね。まあなんとなく、あ、であと皿に乗ってると、あ、出しちゃった、ごめん。提供順番狂った。開けてる。まあ行きましょう、このまま。もう一回行ってみるか。大変。こういう野菜はね、最後取らなくても大丈夫。どうにかなるから。2枚、2枚いきました。肉、野菜。空皿1個ね。ちょっと暇になっちゃったけど、すいません。まあでも1000点を目指す分には目指せそうな気がするんだけど、お皿2つですよ。ちげちゃった。私ここに置いたつもりがそのまま流しちゃったのか。人参かな。これで一応星4には到達してるんでね、いいんじゃないでしょうか。あと23秒なんで、これを焼いて出したいと思います。
あ、間違えちゃった。ちょっと順番グズグズでしたけど、星4これで取れました。はい、2個同時焼きとかがね、バーナーが上手に使えると左側の人は大変楽になりますので、ちょっと練習して。結局バーナー次第な感じはするね。うん、いっぺんにどんな焼けるか、そう、ちょっと離れて焼くとか、一の子やります。まあ、あの野菜はそっちで管理してくださいね。お願いしますね、見といてください。私への本当に本当に見といてもらわないことはどうにもできませんから、いくらなんでも。最初のご挨拶じゃなかった。はい、間違えちゃった。床置きバージョンでやってみましょう。こっちか。もっと野菜欲しいって最初は逆に言うと、なんか最初の鳥出した方がいいのかなと思って。まあ出した方がいい、出した方がいいのは確かだけど。野菜がないよ。難しいな、やっぱ焼くのが。野菜投げるタイミングが違うのかね。取れないんだけど、全然一個も。さっき流してもらったの一個も取れてないです。うん、多分あれだろうな、私が暇な時そっちが忙しいんよな、きっと。うん、なんか取り投げちゃった。どのタイミングがいいのかしら。難しい、それに関しては僕もわからない。週が終わるぐらいってことか。だから今とかが暇なタイミングだから切っておけるなって感じ、今は。逆に今私皿洗ってんだよね。あ、それ合わせればいいのか、どうにかして合うのか分からない。でもだから提供しないと皿来ないから。人参全然足んない。そうだね、もしこの間が暇だからこの時間に流しちゃうよな。でもそっちって今組み合わせて一生懸命出してる時だからダメなんよな。なんかさ、3つずつ、あ、でもそうか、結局まとめて焼くからしょうがないのか。ほんと1枚ずついけるといいのかなって思ったんだけど、皿。まあそうだね。したら私もなんか定期的に皿洗えばいいし。サラサラ2個。全部の提供出し終わったタイミングなのかな。でも出し終わったタイミングで切りたいんだもんな。そう、まあでもだからやっぱ楽は楽だよね、適当に焼けるから。この床置き式の方が肉とか相当楽でしょ。そうでもない、あんま変わんない。どっちでもいいかな私は。あ、そう、まあ、それはまとめていっぺんに焼けるから楽だけど。私の場合余計なことしようとしちゃうからよくない。だ、運もいいね。だいぶ手順もすごくいいよ。かなりいい得点狙えそうな。
提供するときにガクンっていくよな、このゲーム。さららときな。来てなかったよ。よいしょ。この投げるの置くのさえうまくいけばかなりいいよ、これ。ガク。よし、これでもうあとは鶏肉をいっぱいくれい。皿が3つしかないからね。そっか、皿が間に合わんだよね。そっかそっか。でもなかったね。うん、はい。床焼き式もそんなに変わんない。でも楽だよね、多分焼くの。床焼き式の方が楽。で、床焼くのはちょっと置くのがちょっとテクニックいるっていうぐらいで、僕は楽よ。楽というか、だから結構暇しちゃうって感じ。バーナー難しいからな、本当に。だから置くのが難しいか、バーナー使うのが難しいか、どっちかなんじゃない。そうな。やりやすい方。バーナー頑張ればいけると思います。頑張ってください。バイバイ。